こんにちは、たわきです。今日はですね、登山の振り返り動画というのをやりたいと思うんですけども、今回ね、真ん中校の、高砂山および、鉄砲木の頭あたりを登ってきたんですが、動画は撮ってないんですね。ほとんど撮ってない。なので、写真と地図で、振り返ろうかなという企画です。はい。ね、まず、私行ってきたとこ、こんな感じでご覧ください。これね、山中湖の観光協会のマップをそのまま使いますけども、こっちのね、山中湖の東側ですね、高砂山明神山ハイキングコース、こちらを、北側ですね、石割山ハイキングコースの近くから、高砂山にまずぐっと登って、切通し峠通って鉄砲木の頭、まあ、これが明神山山頂ですね。そこまで行ってパノラマ台経由で、降りてくると、三国山ハイキングコース入り口まで降りてくると。で、最後は車が山中湖交流プラザキララというところに止めてあって、そこに戻ってくると、まあ、周回コースですね。はい、こういうコースを行ってきました。時間としてはそうですね、本当に上り2時間ぐらいかな、全部で4時間ぐらいで回ってくる感じ。まあ足速い人だったらもっと全然速いと、3時間でも回ってこれちゃうと思います。はい、それぐらいのボリューム感です。でね、今回本当にこの山中湖の登山が私良くて、あんまりこの時期ね、低山行ったことなかったんですけど、この山中湖はね本当に良かったです。はい。で、山中湖ね、何がいいのかということがね、ちょっとリストアップしてあるんで見ながら喋りますけども、まず、山中湖、富士山のね、いわゆる富士五湖の一つですね。富士五湖の中で一番南側にあって、まあ、とにかく富士山ドーンと見えますよ。まあ、私行った時は実は曇りで全く見えませんでしたけども、冬とか、まあ、晴れている日だったら富士山がドーンと見えると、まずそれあるでしょ。あとアクセスがいい、その山中湖までのアクセスが、まあ、東京からだったらそうだ、2時間かからないぐらいかな。中央道でも行けるし、神奈川方面の、東名からでも行ける、そのアクセスの良さっていうのもあります。もちろん山梨方面からでも、行きやすいと。で、山ということに関して言うと、登山口の時点で1000メートルぐらいあります、大体標高がね。はい。これはどういうことかというと、まあその200とか300とかから始めるよりも、もう登り始めからその山の雰囲気が味わえる、高い山の雰囲気、下界とは違う雰囲気が味わえるというのは、これ一つすごい大きな特徴だと思います。まあ他のね、山の標高調べてないですけど、西湖とかね、他にも、本栖湖とかありますけども、まあ山中湖の場合でもやっぱり、標高が高いのでスタートから山感があると。続いてコースバリエーション、まあ、山中湖に限って言えばこのね地図を見ていただくと分かるんですが、大きく分けるとこの南側の三国山パノラマ大ハイキングコース、そして北側の太平山で、私が以前子供と登ったのがこの端っこのね石割山ハイキングコース、石割山が多分一番標高が高かったと思いますが、1400m まで登ります。はい。で、今回私が紹介する右側の高砂山の方のコースね、いろいろあります。で、コースタイム的にも短いのから結構、長めのもあるので、いろいろバリエーションを楽しめて、じゃあ今度はあっち行ってみよう、今度はあっち行ってみようという、楽しみ方ができます。はい。続いて、バスが充実していると、山中湖ね、ぐるっとこう道があるわけですよ、まあ、観光地なんで。で、その観光地をこういろいろ行けるようにバスがこう巡っているので、例えばこう下のですね、三国山ねコース、こっちの東側から登ってちょっとね、湖の下の方に降りるんですけども、そこから、歩くのが嫌だったらバスに乗っちゃえばまた戻れると。まあ歩いてもそんなにすごい距離じゃないですけども、まあ、疲れちゃったなって時はバスも使える、そういう重装にも優しいというのがあります。はい。あとですね、まあ、先ほど言った通り観光地なので、お風呂とかね、あとご飯とかそういうのも結構すぐ見つけやすい、充実しているっていうのがあるので、私、山中湖ね、なんか行くたびに好きになっていきます。3回目かな、なんか3ヶ月おきぐらい山中湖に行ってる気がしますけども、はい。まあ、登山という視点でも結構楽しいなっていうのが最近思ってます。じゃあですね、ここから撮ってきた写真を見ながら振り返っていきたいと思いますが、
こんな感じですね、1枚目。はい、登山道に、登山道っていうか、もうこれ登山始まってるんですけど、行くまでこんな感じですね。はい、まあ大体こう点在してるのは別荘とかそういう建物とかですね。はい、その山の方ね、かなり別荘が多いんで、登山道の近くにね点々とあるみたいな感じです。はい、次、これがね、まあ、さっきのアスファルトが終わっていよいよ登山する感じの始まりのとこですね。はい、この脇に見えてるのも別荘で、はい、プロパンガスが置いてあるのが見えますね。はい、次、この時点、これ本当登山口ですよ。はい、さっきのアスファルトのとこを5分ぐらい歩きましたけど、そっからこれですよ。はい、もうなんか雰囲気としてはね、本当八ヶ岳とか、なんだろう、軽井沢のね、本当に標高が高い避暑地、まあ山中湖もまあもちろん避暑地ではあるんですけども、このアクセスの良さで、登山口からこれっていうのがね、私非常に気に入っています。そして私の大好きな、地衣類ですね。はい、こういうのももう登山口の段階からいたりするんで、遠くの八ヶ岳まで行かなくても、味わえるなというのを認識しました。次ね、こういうもうなんかこういうのを見るとすごい、原始の森というかね、野生味あふれる感じがありますよね。はい、次、これですよ。今回はもうこれに尽きるというのは大げさですけども、これ着生シダですね。こうやって木に、葉っぱがね生えてるのを見たことある人もいると思いますが、着生シダ、まあ俗になのか、軒しのぶという名前がついています。はい、次の写真いきます。これいいでしょうっつって分かる、共感する人はどれだけいるかもしれいるか分かりませんが、はい、この苔もありつつの軒しのぶありのこの構図、これ私今回気に入ってる写真です。はい、共感していただいたらコメントで教えていただけると、ありがたいですね。で、次、これはお花ですね。紫の、まあ、可憐な小さい花ですけど、私ちょっと名前が、調べきれてないので分かりませんので、この辺も分かる方はコメントで教えていただけると助かります。はい、こういう、まあ、下界ではあんまり見ないような、花なんかもすぐ出てくると。はい、次、これもそうですね、前にこういうの撮ったのはどこだっけな、最近行った山だからあ、丹沢か、丹沢、遠野岳のやっぱ上の方にはこういうの細工っていうか生えてましたね。はい、非常に密な葉っぱが綺麗な植物とか撮ってました。これが高笹山の山頂ですね全然山頂感がないですけど、そういう感じの山頂でした。いわゆる大菩薩霊パターンというですね、景色がすごい開けたところにはないんだけど、ちょっと入ったところにある山頂みたいな感じですね。はい、でちょっと水飲んで休憩したと。で、写真1個戻りますけどね、左ちょっと切れちゃってますけど、これ小松鶴山って書いてあるんですね。はい、東海自然歩道、小松鶴山というのが丹沢の、一番西側、まあ、北側と言ってもいいのかな、にある同志のねキャンプ場とかとつながってる山なんですけども、そこにつながってると。私ね、1回だけ登った時ありますけども、クモの巣とか、ハムシが多すぎて、嫌になったっていう山ですけどね、それ多分登るコースが悪かったっていうのもありますけども、そこともつながっていると。はい、写真1個進んで、もう1個進んで、はい、これが、ズームしただけですね。はい、水飲んで、次に行くと、ここからは、一回地図に戻りますけども、高笹山から、鉄砲木までの、まあ、稜線歩きのような感じになってきます。はい、最初は割と明るめの稜線を歩いて、次ね、こんな感じ、これもう朽ちた、ね、木がそのまま立ってるだけっていう感じですけども、非常にね、アーティスティックというかね、写真を撮らずにはいられないという感じのやつです次ね、これはね、なんで撮ったかというと、下の方はすごい暗くて上の方は明るいでしょ、その上の方に当たった光が、綺麗だったなというだけの写真ですね。はい、次、はい、また
また軒忍ぶ取ってますね、はい、着生植物もう、でもこんだけびっしり生えてるのはなかなか他の山でも見ないですね、はい、非常に条件がいいんだと思います、うん、次これはなんか奥のピンクの葉っぱがちょっと綺麗だから取ったぐらいのものです。はい、次、はい、また軒忍ぶこれもいいでしょう。なんかこの上からのね光でちょっと透けているような感じが、もうこのまま家に飾りたいぐらい。というか今もう、まあ、これ山から取ってきちゃダメですけど、あの繁殖でね、売られてるやつとかをちょっと今検索しようかなとは思ってるぐらい。はい、はい、次、はい、軒忍ちょっと横から撮った感じですね、まあ、こういう感じでとにかくこの山中湖のこの稜線歩き、非常にこの広葉樹の森ですよね、まあ、ブナとかそういうなんだろうな、こう杉とかそういう感じじゃない木が、木で 100% ほぼ 100% 構成されているので、そこがいいなと。はい、次、ね、こういう木ですね。もう、まあ、白樺ではない、シラビソウなのかなこれはね、うん、苔がいっぱいこう蒸してて、白さとのコントラストですかね、素晴らしいと思います。これも多分そのシラビソウとかそういうの仲間ですね。まあ、天気はずっと曇りでしたね、歩いて。でも6月の、終盤、まあ、梅雨入り後ですけども、めちゃくちゃ涼しくて、めちゃくちゃって言い過ぎだけど、うん、泊まって T シャツ1枚だったら涼しいぐらいの感じでしたね。風が吹くと本当に冷風が吹いてきて気持ちよかったですね。はい、次、はい、軒忍ですねしつこい。でもこれぐらい興奮して私は写真を撮っていました。はい、まだまだいきます。はい、横から撮りました軒忍ですね、また、ローアングルから撮ってみた。あ、いいですねこれね、うん。そして次が、今度は上から俯瞰からちょっと撮ってみましたみたいなね、感じです。本当にやっぱりアクアリウムの世界が好きだったからっていうのもありますね。まさにこの写真なんて、そうアクアリウムの写真といっても、ね、過言ではないぐらい水草水槽の雰囲気ですよね、うん。はい、次、これはもう本当に普通のその、稜線上を見てる感じですね。右側が一応山中湖側で、左側が、切れ落ちたというか、樹海になってる方ですね、こんな写真もあります。いいですね。これがだから本当にね、登り始めから1時間ぐらいですかね、はい、この中をずっと歩く気持ちよさというのを、今回経験しました、うん。まあ、道もね、この写真だと分かりにくいですけど、かなり明瞭についているので安心して、初心者でも登ることができます。はい、これもね、上の方から光がパーって入ってきて綺麗でしたね。はい、次に行きます。ドン。そう、こっからね、これがもう鉄砲木の頭の近くに、差し掛かっている時で、最後にね、ゆるい長い登りがあるんですけど、速攻に来た時にガスが立ち込めてきて、手前はまだ視界があるんですけど、奥の方がね、白くなっていてガスが立ち込めてるんですが、これがまたね、いいんですよ。こう似合うこのガスが、うん、なんか嬉しくなってくる。まあ、ずっとだったらさすがに嫌かもしれないけど、後半でこれが来たんで嬉しかったですね。はい、次、ほらほらほら、ちょっと写真がの現像の仕方とか撮り方とかね、でもうちょっとうまく伝えられたらいいなって感じがしますけども、うん、奥がね、こうモヤモヤとなってるのが非常に良かったですね。雰囲気あって、でこう頭上なんかもね、ちょっとガスで霞んでくると、次、これちょっと何枚も同じような写真撮ってるんですけど、まあ、手前にちょっとね、葉っぱを入れてみたいな、ちょっと変化をつけようとした感じですかね。はい、次、同じですね。はい、次、同じですね。まあ、とにかくこの見上げた時のなんだろうな、葉っぱがこうね、グラデーションというか、なんつうのかな、こうガスで見えなくなってる葉っぱと、そうでもない葉っぱと、見えてる葉っぱのこう重なり感が非常に綺麗でしたね。はい、次、うん、でこれ手前でね、ちょっと黄色く枯れてるのが梅茎草ですね。はい、山でよく生えてみると思うんですけど、こうでっかい葉っぱがね、ドーンとこう野菜みたいな葉っぱが生えてますけども、それは時期が終わってちょっと枯れちゃってるんですが、後半のね、その
鉄砲木の頭に近づくにつれてバイケイソウがもうブワーってこう生えてる状況 だったので、もうちょっと早い時期だと見れたのかなっていう感じですね。はい、次。はい、これもね、上からの光、もうちょっとうまく撮れないかなって感じしますけど、結構いろいろ設定試した気がしますけどもね、うん、はい、もういよいよガスに覆われてっていう感じですけども、いいですね、非常に。そして次、うん、こういうのね、光が差してないわけじゃないんですよね。その真っ暗な中でガスっていうよりはガスと光がこううまく作ってくれたって感じですね。はい、次、まあ同じ写真ですね。ちょっと露出暗くしただけですね。はい、次。あ、これも今回ちょっとお気に入りですね。うん、もうちょっとなんか派手に現像してもいいというかね、色を緑色もっとつけて明るくしてもいいかなって感じしますけども、このガスと木が織りなす、レイヤー感というんですかね、うん、これが良かったですね。でもう次の山頂に行くにしたがって本当に、ガスガスで、こんな感じ、いい雰囲気ね。なんか動物とかにも出会いたかったですけど、今回は出なかったですね、うん、あ、下山してる時にテクシカがいましたけどね。はい、次。あ、これもいいですね。うん、この中をゆっくり進む贅沢というのは今回感じましたね、本当に。はい、次。これだいぶ終盤ですね、もうね、次いきます。これはすげえなんとなく撮ってる写真ですね。まあ手前の苔がいっぱい生えてるねみたいな。でもまあ、うん、この奥行き感があるのはいいけど、ちょっと構図は良くないねって写真ですかね。はい、もうすぐ、鉄砲木の頭というところですね。まあ、トンネルのようなね、上からこう樹木が生えていて、ちょっと暗めなところを歩いていくような雰囲気のある道です。ね、こんな風に苔もいっぱい生えていて。はい、次。これがその最後。この、ね、奥が明るくなっていますけども、ここが鉄砲木の頭に抜ける道ですね。本当にその暗い樹林帯を進んでて、ぽっかりこの開いた穴から抜けると、なんと非常に広い山頂ですね。これちょっと写真があんま撮ってないですけど、はい、次、明神山、明神山かな、うん、かっこ鉄砲碑の頭という山頂、1291メートルもあったんですね。はい、なんか標高差でいうと300弱とかを登ってくる感じですね。累積で400とかですかね、うん、登ったり降りたりで、なんで非常に、なんだろう、初心者にもおすすめできるちょうどいい感じの標高差ですね。次、実はここから三国山への道も続いています。はい、なので、長く行きたい人はその高砂山登ってから三国山の方を大縦走して、大縦走っていうかね、縦走して戻ってくることもできると。で、これがその鉄砲木の頭から撮った写真で、まあ、これ下にね、ちょっと灰色の道路が見えてるんですが、これはもう車道が走っていて、この先にあるね、パノラマ台というところには車で行けるんですね。はい、そこで前普通の観光客の人は車で行って、こう 山中湖と富士山のね、景色を眺めることができるんですけども、下山に関しては今度ここからこの原っぱみたいなところを、降りて、パノラマ台経由で山中湖に降りるという感じになります。はい、写真はこれで以上ですね。はい、まあ、ちょっと分かりづらかったか、このクローズアップの写真が多くて分かりづらかったと思いますけども、こんな感じです。で、このね、パノラマ台で私サブチャンネルの動画を撮ってたんですよ。はい、今日はね、山中湖に来てましたねって撮ってたら、天候が急変というか、雨雲が湧きまして、ゲリラ豪雨的な雨雲が湧きまして、ゾワーって雨が降ってきたんですね。はい、でそこでちょっと iPhone で動画を撮っていたので、その雨降りの様子をちょっとご覧ください。はい、もうすぐでね、下界に降りられるっていうところだったんですけど、ものすごい雨に降られています。そしてこの、山っぷりは一応ルートになってるんですが、道なき道ですよ。現状じゃないふりよ。今年一番の雨じゃないですか。
私の体験で言うと。はい、こんな感じですごい振りだったんですけど、頂上からかな、ちょっとパラ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 とは来てたんですよ、その高座山のじゃねえや明神山のとこで。でその時にカッパ1枚ね、レインウェア上だけ羽織ってたんですけど、もうザーって来た時にもう下履くのがめんどくさくて、レインパンツ履くのがめんどくさくて、そのままちょっと降りちゃったんですけど、完全に靴の中までびちょびちょになっちゃったんで、それはちょっと反省でしたね。もうめんどくさくてもやっぱり、来たなって思ったらレインパンツまで履くっていうのをした方が帰りが快適になるかなっていうのもあります。もう靴下がこうやって絞れるぐらいびちょびちょになっちゃったんで、はい、そこはちょっと反省でしたね。はい、動画だいぶ長くなっちゃいましたかね。まあたまにはこんな感じもいいかなと思います。で、ね、私的にもその、写真だけで、行く山というのもね、また、まあ、はっきり言って 楽というかね、コースタイム的にも 早いしね、うん、写真の回もあっていいかなっていう感じで、今後はやっていこうかなっていう感じですね。まあとにかく山中湖今の時期いいんじゃないでしょうか。そのね、なんだろう、富士山が見たいっていう人はね、晴れの日を狙っていけばいいと思うんですけども、ちょっとね天気がこう不安定というか、まあ梅雨明けてないけど明けたっぽいですけどね、曇りの日しかちょっと空いてないけども、だったら山中湖だったらこういう楽しみ方ができるっていうのを私はちょっとお伝えしたかったというのが今日の、メインのテーマですね。はい、というわけで綺麗に収まったところで、今回は山中湖高座山コースの紹介でした。それでは。